はい、夏くんです。スプラトゥーンやっていきますね。連日誕生日18日を迎えて、はい、連日飲みまくりの、まあもちろん自粛はしてたんですけど、うん、ちょっとサボってたんでね、頑張ってやっていきます。はい、全然諦めてないんでね。えらいなよし、行こう。ちょっと飲みすぎたその明けのガチやぐらいですが、よろしくお願いしますということでやっていきましょう。もうちょっと動画本数もね、本当に増やしていきたいんですけど、ちょっと誕生日だったんでね、すいませんね。まあ、なんせお酒飲むことが大好きなんで。さあ、このマルチミサイルぶち込み作戦でいくんで、今回は師匠に教わったロボットルームからのマルチミサイルぶち込み作戦。はいはい、わかります。ロボットボム出す、マルチミサイルで追い込んでいく。溜まった、そこに、はい。はいはいはい。待って、やめて。本当にさ、復帰からのそれはもう本当うざいって。ねえ、本当に。TikTok もちょっと止まっちゃっててね、本当。あれ、あいつ死んだかなみたいな感じになっちゃってると思うんですけど、全然元気です。よしよしよし。おい、ノリ。ノリノリノリやろ。ちょ、コントローラーうざいって。で、コントローラーの調子がマジで悪い。なんか誕生日プレゼント何が欲しいって友達に言われたんですけど、もうかっこつけて、いや何もいらないよみたいな、祝ってくれることが誕生日やって言ってたんですけど、スプラのコントローラーって言っときゃよかったなと思って。おい、ちょ待って、あるじゃないですか、なんかスプラトゥーン専用のコントローラー、あれ可愛いっすよね。お前やべ、めっちゃ下手になってる、久しぶりすぎて。もともと下手だけど、よし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 、ニコニコ天使やんって思う。いやでもスプラトゥーンってガチでこの残り2分からが勝負なんで、それまで遊んでますいつも。はい、そんな感じでね、やっていって、全然それで、ちょっと待って待って、落ち着かせる。やばい、来てる来てる。おーい、ちょクソ野郎、クソ野郎。赤いの2分半くらいからもう真剣に嫌なんだね。おいおいおい、ちょっと待って待って、こんなんね、その日の1日の1本目あげるだけなのにな、もっとな、もっと更新しろよって思うよね、みんな。俺もそう思う。はい、上取ります。はいはい、いいよ。何そのクラッシュブラスタネオのなんかリングみたいなの、ほんと腹立つからやめてくれやめてくれイライラさせんじゃねえ俺を。誕生日超えたら解消やろ、そんな。ちょ、もうほんとにキモい、マジでキモい。ちょ、やめて。多分ね、見てる人みんなが思ってると思うけど、一番俺がキモい。こんなかっこいいさ、こんなかっこいい装備してんのに、わかる？めっちゃかっこいいでしょ、これ装備。おー、ちょっと待って待って待って、まだ勝てるぞ。落ち着け。マジで落ち着いてこう。落ち着いてこうぜや。もうこいつ本当お前笑えんような天使にしたるだな、マジで。一生笑えんようなテンションしちゃうね。ニコニコニコテンションやね。いかん、ほんと久しぶりにやるとマジで下手くそになるな。嘘でしょ。おいおいおい、ちょっと待て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 。
頑張って毎日投稿を悩めのに本当にやっていきたいんで、しゃいや。なんか本当ね、いろんなことがあってスプラトゥーンの実況やり始めたんですけど、チャンネル登録者数がめっちゃ減る。おい、お前マジで笑えんようにしちゃうから。それはね、多分ね、俺の言葉遣いなのかな。わかんないけど、なんか、まあ知らねえよ。うわ、マジきっしょ。普通にストレート負け。キモいキモいキモい、マジで。もう久しぶりにやってもイラつくっていうこのクソゲーム、マジで。はい、うぜえな、マジで。また明日頑張ってね。ここから毎日投稿していくので、まあ、ちょっと休憩しすぎたかなっていうところありますけど、よろしくお願いします。すいません、誕生日おめでとう、夏くん。